最後の質問させて、もう今のも入ってたと思うんですけど、藤吉さんの最終的な夢、ビジョン。最終的にはもうアスリートタウンですよ。マジっすね。いやマジで、ね、僕本当ひっくり返りました、ね。まあやっぱそのスポーツに対しての志を持っている人たちのコミュニティをまず拡大させるっていうことが、まあ、一つ必要なのかなとは思っていて、まあ、それをこれからもしっかり集めていって、まあ、同じやっぱり志を持ったアスリートマインドを持った人たちでこう、まあ、事業を進めていける環境をまた作りたい。そのまあ、アンチがいない状況というか、まあ、全員がそのプラスでそのスポーツのこととかスポーツビジネスのことアスリートのことを考えられるそういうコミュニティの中で日本のビジネスのために立たせていきたいと思っているので、はい、藤光さんが作られようとしてオンラインサロンっていうのは何もねプロアスリートのためのコミュニティではなくて、アマチュアアスリートもそしてスポーツが好きなファンの方もそしてアスリートと共同したい企業、あらゆるね立場の人たちが一緒になって何かを作るっていう場所をコミュニティを作られようとしているので、いろんな方にね適応した、コミュニティになると思います。興味ある方っていうのはねまたねこれ実際指導するときにこれに関しての動画っていうのはちょっと上げたいと思いますので、興味ある方は続報を活目してください。それでアスリートビジネスがそこのコミュニティで完結するような、なるほど、プラットフォームのシステムを作ってしまいたい。で最終的には、まあ、最初はオンラインにやるんですけど、最終的にはオフラインで、まあ、そういう、まあ、街だったり、まあ、そういう施設だったり、一応その最終的にはアスリートハブみたいな、まあ、そういうものを全世界展開するっていう、規模でか一つ目標で、まあ、そのアスリートタウン作るってもそうですし、ハブっていうそのアスリートが行く場所ないじゃないですか、正直そのない、まあ、なんか例えばナショナルトレーニングセンターとかもありますけども、別に全員が使えない、なんか海外の選手とか、僕らが海外行った時にどこでやるのって言ったけど、そんなにその拠点がないとか、まあ、その中、アスリートが集まれるなんか場所とか、例えば体験談とか AI のそういう研究がされた、まあ、こういうものが入って、体のコンディションに確認トレーニングで流すようにリカバリーできますよとか、いろんな流れるのとか、そこでじゃあビジネスとかもできますとか、そういう一つのトラフィックっていうのを、まあ、全国から展開だったり世界展開していって、まあ、いろんなアスリートがこうちゃんと集まれる場所とかを考えていけたらいいなっていうのは思ってて、そうやってさっきお話してくださったアスリートの定義をすごい救われて、はいはいはい、トップアスリートとか日本代表とかなのかなと思いきや、チャレンジするすべての人なんですね。そうですね。なんかアスリートタウンとかアスリートを街作りたいっていうと結構やっぱ勘違いされるのは、アスリートのためにやるんでしょみたいな。はいはいはい、実際なんかやっぱり今のシステムって結構アスリートに還元されにくいスポーツビジネスのシステムが多いので、まあ、本当にトップの、本当にトップのトップの人だったりとか、あとどっちかっていうとその、企業側であったりとか、オリンピックにしても、まあ、僕ら例えばオリンピックっていうのが決まったとしても別に1円ももらえない話で、組織委員会の人が何千万もらってるっていう話で、なんかそれってなんか全然還元されてないというか循環されてないシステムだなと思って、やっぱり僕たちアスリートがいてオリンピックも成り立ってるし、それがいないと成り立たないし、代表もトップの選手もまあ、下位の選手がいて、成り立ってる話で、全員がそれだったら、トップでも何でもなく、ただ、それじゃないですか。存在してるだけなので。だからね、本当にいろんな人たちが関わり合って、一つのこう、スポーツとかビジネスっていうのが出来上がってるので、それが循環しないっていうのは、なんかちょっとおかしいんじゃないかというところで、まあ、それがしっかりできる循環システムを、まあ、作りたいので、アスリートは、まあ、しっかり頑張った分だけ、まあ、その努力の仕方っていうのは、もうちょっと考えなきゃいけないと僕は思ってますけど、まあ、頑張った分だけしっかり還元されるし、その作った側は、まあ、作った側で、まあ、しっかりその作ったっていうその対価をもらえるわけで、やっぱその、そしたら応援する、支える側とかっていうのも、またアスリートに対して、いろいろ循環するシステムっていうのが、全員が全員返ってくる、はい、ものに、まあ、バトンを作らないといけないなと思うので、まあ、アスリートマインド、アスリートっていうその定義が、その、
常にこう高みを目指す、挑戦し続ける人たちっていうところを、まあ、定義としているので、まあ、ファンも、なんかもう今以上、それ以上のものをもっと応援したいとか、もっと今以上のものを、なんかそのスポーツに対してもっと親しみだったりとか、まあ、社会人だったり、企業だったりも、まあ、そういうもっとアスリートの気持ちだったり、その活用方法だったり、まあ、いろんなものを理解して、ちゃんと循環して、還元できるシステムを考えてくれる人たち、もっと良くしたいと思っている、まあ、そういう人たち。アスリートもなんか今でこのままでいいって思ってる人たちも正直いると思うんですよ。はいはいはい、そういう人たちに対しては、まあ、そこまで僕はまあ、それでいいんだったらそれでいいと思うので、もっとじゃあ何かどうにかしたいとか、もうちょっとこの現状を変えていきたいとか、もうちょっとその価値観をもっと上げておきたいとか、そういうなんかもっともっと高い高みを目指したいアスリート、本当に競技者に対しては参加してほしいなと思っているので、全員参加する人、全てのペルソナがなんかその高みを目指すっていう意識を持っている人に対して、まあ、参加して一つのものを作っていきたいと思っているので、そういうアスリートっていうのは本当にそういう気持ちを持った人が全員アスリートだと僕は思っているので、その本当に真のアスリートが集まって一つのものを作っていければなと思います。シダバン、めちゃくちゃ身のある時間でした。いや本当にめちゃめちゃ長時間背もたれのない椅子で話してくれるメダリストはいないですよ。本当にありがとうございます。自分が本当にいかに浅いとこしか見てないかっていうのをね、ちょっと痛感しましたね。大枠で見れてなかったもんね。ただ陸上ポップでなんか楽しいものっていうことをいろんな人に広めたいっていうことを考えてなかったんで、自分をブランディングすることでね、精一杯だったの俺だわ。自分の本当にブランドをなんか広めていくっていうのがすごい大事なことだと思うので、ブランドイコール自分の名前なんで、自分の名前をどう広げていくのかっていうのはすごく大切なことなのかなと思うので、その気持ちは持っておかないと感じないかと思います。そこはしっかりと思って、自分が結局、まあ、幸せになることがみんなを幸せにするので、まあ、自分をおろそかにしちゃいけないなとは思って、そこはしっかりと思いながらやってます。ちゃんと僕らにこう目を見て話しに来てくださったっていう奇跡ね。めっちゃありがたいです。本当に知ってくださってたんですか？事前にその僕なんか YouTube も見たことありましたし、事前にその一緒に走るっていうのを、まあ、SNS で拡散してくださってるのを、まあ、見てたので、なんか僕棄権するってなってたら申し訳ねえな。勝手に逆に申し訳ないです。売名ですか？なんか楽しみにもしね、もし知ってくれたんだったらなんかちょっと申し訳ないなっていう気持ちがどっかに あって、でそこから の、まあ、DM いただいたので、ああなんかこれで総裁できるんだったらぜひ協力させてください。総裁以上のプラスでしたよ。反省しろ。本当ありがとう。またちょっと機会あれば、そうですね、いろいろ教えていただきたいです。はい、またいろいろ企画なりなり、はい、ちょっと協力できるところがあれば、はい、普通に一緒にトレーニングさせていただきたいですね。普通に一緒に、はいはい、みんなで死にましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。